視聴者の皆さんこんにちは。織田信長です。極限の闘技場2をとうとうクリアしました。でもリフレクターが停止してその時の動画がありません。クリアした証拠を提示したいのですが、現状証拠はご覧の通りです。代わりにカーリーまで行った動画で手打ちにしてください。さすがに何度も撮ると疲れるので、ダンプファイルは手元にあるので、変換に成功したらアップします。今回長い動画なので、絶対歌人霊夢と、その監督役のマリサでお送りするぜ。いろいろありますんで最後までご視聴いただけると幸いです。ではゴー。最初のステージでレッドキャップ2体出たら終わる時もあります。序盤ですがスキルを貯めるチャンスでもあります。いかにスキルを貯めるかが勝敗を大きく変えます。そろそろ私たちが話してもいい？お願いします。では早速お便りコーナー。このコーナーは視聴者の皆様から投稿いただいたハガキを選んで盛り上げるよ。ハガキなんて届いてるのか。はい、これだけ届きました。邪魔だどけろ。たくさん届いたのはわかったぜ。今日はその中から数枚選んでリスナーにお届けするよ。ちゃんとやれよ。まず最初のお便り。京都府在住ペンネーム大江山の大将の妻さんからのお便りです。これってペンネームの意味あるのか。霊夢さんこんにちは。はい、こんにちは。主人が健康診断書を受け取ってから元気がありません。あんなに大好きだったお酒も飲まなくなって3日目、とうとう元気が出なくなりました。一日中ゴロゴロしてるのは変わらないのですが、なぜか元気がなくなったように思います。その時訪問してくれた方のおかげで少し元気になったのですが、やっぱり根性がなくなってきている気がします。主人には昔のようにハツラツとしてほしいのですが、どうすればいいでしょう。大江山の大将の妻さんとやら、ここはお悩み相談のコーナーじゃねえ。そういうのは別の番組に出せ。いいな。で、では気を取り直して2枚目のおはがき。住所不定無職。ペンネーム正義の星さんからのお便りです。霊夢さんこんにちは。はい、こんにちは。最近陰でやっていた悪事、不正が暴露され、とうとう仕事を失いました。収入源もなくなり、今は貯金で生活している始末です。この間クラブに行ったら、そこの雇われママさんの、明美ちゃんにもう来ないでと言われました。一度失った信頼は取り戻せず、再就職もままなりません。人生ここまで失うと笑うしかありません。なかなか楽しい毎日を送っています。これからも頑張ってください。ちょっといいか。なんでしょう。暴露話と後開き直ってんじゃねえ。マリサさんが目ん前に立つのは、すまねえな。つい興奮しちまって。次のおはがきは、ちょっと待て。はい。お前の選ぶはがきの話はどうも変なものばかりだ。次は私が選ぶ。まだ1回目でして。なんだ。マリサ宛てのお便りはないよ。お前このコーナー立ち上げるときなんてタイトルにしたんだ。霊夢ちゃんのお便りコーナーに決まってるじゃない。私のことはどうした？てへ、ごまかしてんじゃねえ。まあいい今回はそういうことで。とりあえずハガキは私が選ばせてもらう。と、これだ。伝説の政界在住。ペンネーム8さんからのお便りだ。霊夢さんこんにちは。はい、こんにちは。なんかムカつくな。実は私たちテクニカルダンジョンのボスをやってるのですが、当初思ってたほど活躍できません。いろいろと試行錯誤をしてダンジョンに来てもらい、魔法石やスタミナを奪おうと考えてたのですが、思ってたほどお客さんが来ません。私たちの前にいるナナさんが原因と思ったのですが、どうやらそうではないらしいのです。原因がわかりません。教えてください。商売って難しいね。ハチさんとやら、私から言えることはただ一つ、相談する相手を間違えてるんだよあんたら。ま、マリサさん落ち着いて。なんなんだよこのお便りコーナーは。こういう企画だと割り切って、納得いかねえんだよ。新コーナー、大いに結構。でももうちょっとなんかあるだろ。私は面白いと思うけど、面白いつまらないの話以前の問題だ。もっとリスナーに共感できるお便りを集められなかったのか。投稿は自由でして。だがいろいろ間違っている。じゃあ今回はこのくらいにして実況に戻ろうか。ああ、そうだな。冒頭でお話しした通りこの動画はカーリーにやられます。話を蒸し返したな。でもちゃんと公約しているのは証拠として提示しておりますので、
グリザルさんは倒し方がいろいろですが、今回は猛毒ドロップを貯めずに密飛でのスキルで倒します。いつもはギリギリまで貯めてエスカマリのスキルで倒すんだぜ。実はこの編成、出会う敵によっては積んじゃいます。どういうことだ？インド神が出たら大体終わりです。例外はラクシュミーとパールバティくらいなものかな。ドラゴンもゼローグ闇吸収が来たらアウトです。この次の神はアテナしか会ったことがないからワンパンで決着がつきます。苦手属性だもんな。ま、ワンパンしないと負けるんだけどね。次のカーリーに備えて盤面を軽く整理しておくのも大事だよ。実はここでイージーミス。継承スキルエスカマリで盤面変化したのはいいのだけど、最後光で上下を分割するのにためらってワンパンの機会を失います。緊張したんだな。落ち着くために深呼吸したのですが、結果はご覧の通り、分割に成功していれば列強が火を吹いてワンパンだったと思うのですが、回復1個しかなく晩酌つきました。無理だと分かってても悩むんだな。だって、ここまで来たらなんとかしたいでしょ。この動画ではクリアしてませんが同じ編成で攻略済みなのでご勘弁を。リフレクターよく飛ぶな。苦し紛れにダンプファイルを作成したんだけど。どうした？変換する方法がわからない。調べたのか。ネットで調べたけどリフレクターエラー復帰からファイル変換までいろいろ見ましたが、基本テキストファイルの変換ソフトしかなく 2.9GB の動画データを変換する方法はまだわからない。諦めるという手は。それだとノーコン動画も諦めることになるよ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。停止させるまでフィニッシュがフリーズしているかわからないんですよ。スタミナ使うダンジョンだと難儀だよな。